よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、 MCB です。さて今回の動画なんですけど、前回の動画で、ドイツ製のフュアハンドのオイルランタンね、オイルランタンを初めて購入したんですけど、これはこれでね、雰囲気も出るし、使い勝手もねすごい良かったので、これからもねキャンプとかオフドアで使っていこうかなと思うんですけど、今回は火を使わない LED ランタンですね、そちらを買ったので、紹介していきたいと思います。今回買った商品はウォールゼロ USB ランタンプラスフラッシュワイトということで、こんなねすごいもう手のひらサイズですね、手のひらに収まるぐらいのサイズの、ランタンを買いました。特徴としては電池とかもねいらず、リチウム電池を内蔵しているということで、USB で充電できるのね。っていうところと、あとは時間的にはね、170時間ね、使えるっていうね、最長だと思うんですけど、それぐらい長期に使えるので、一応災害時でもね、意外と便利に使えるんじゃないか。もう一つの特徴としては、IPX6 っていうことで、一応防水ね、だから外でも問題なくね、濡れた状態でも使えるということで、キャンプとかのね、アウトドアの状況下でも一応使えるっていうランタンを買いました。シールが貼ってましたね。I'm in デモモードみたいな。デモモードですね。Take out of demo mode by plugging me into any powered USB ポートということで、USB ポートをね、つなげばデモモードが解除されるよ的なことがね、書いてありますけど、こんなところにシールが貼ってあってすごい取りづらいな、これ。あとこれなんでね、こう吊るせるような感じで、ここのね、触ると熱いんですけど、こことね一緒のような感じで、木とかにもね引っ掛けることも一応できますね。検討していきたいと思います。一回ボタン押してみますね。はい、ということで、普通に どうですかね、青いボタンが4つと、今消えましたね。これで多分デモモードが終了したので、USB ポートでね、まず充電してみましょう。ポートっていうのはこの下にね、こんな感じで入ってて、これを手前にね倒すと、180度かな、180度こう動くような感じで、このまま充電できるっていう感じで、早速ね、充電していきたいと思います。充電中はね、こんな感じで、初期設定では3つぐらいランプがね、溜まってるので、これでもういいのかな。ちょっとは、とりあえず一回抜いてみますか。はい。で、じゃあ早速ね、もう一回ちょっと、これでデモモードが解除されたと思うんで、もう一回ね、検討してさせてみましょう。はい、ということで、伝統的なね、使い方ができるというところで、寝てる時もこのような感じで吊り下げれば、上天井だけね、こう照らされるような感じで、これはこれでね、懐中電灯的な感じでも使えるということで、じゃあもう一回じゃあボタンね、押してみますね。はい、2個目を押すと、こんな感じで、テーブル周りがね、こう光るような感じですね。なんで、オイルランタンと比べると、どうですかね。かなり明るいのがわかると思うんですけど、すごいですね。むちゃくちゃ明るい。持った感じはね、どんな感じかっていうと、ウルトラマンにね、変身するときのピカーンみたいなね、感じのね、ライトなんですけど、かなり明るいですね。はい。で、しかも初期状態で、デモモードといえど、これね、
もうほぼ充電がマックスの状態でね、なってるので、これもまあすぐね、買ってすぐ使えるっていうのはまあメリットがあるかなと思います。はい、で、もう一回押すと消えるのかな。あ、そしたら、あ、そうだね。今もう一回押したら、ちょっと光量が落ちた感じですね。はい、もう一回押してみましょう。あ、で、消えるっていう感じですね。すごい軽いので、まあ持ち運びにもいいですし、まああの、ちょっとね、カバンなんかにね、カラビナとかにね、くっつけて、まあ、ズボンとかでもくっつけれますし、まあ、これはこれでね、良かったんじゃないかと思います。で、今回これを選んだ理由としては、まあ、非常時にこう、懐中電灯としても使えるし、まあ、ランタンとしてももちろん使えるんですけど、もう一つのね、このゴールゼロをおしゃれにするアイテムがね、あったので、まあ、それをね、購入したので、ね、早速それも開封していきたいと思います。今回私が購入したのは、フューチャーフォックスっていうね、長野県だったかな、にあるようなところの会社で、これですね。これを、部品をね、購入しました。で、ちゃんとこういう、なんだろうな、まず、重さ的には全然ないのと、ちゃんとこう、専用ケースみたいなのに付属してるので、意外と、こう、持ち運びとかにはいいですよね。よいしょ。なんか、すごいね、おしゃれなあれですね。フューチャー説明書っていうよりは、まあ、ブランドの紹介みたいな紙でしたね。2020年4月に誕生した刺繍長野県初のアウトドアブランドです。キャンプやアウトドアを通して多くの皆様を笑顔にさせることを理念に持ち、社員でキャンプをする中で研究実験を重ね、今までなかったキャンプ用品や既存のキャンプ用品をより良いものにするために日々商品開発を行っております。知名度は全くありませんが、一人でも多くの皆様にフューチャーフォックスを知っていただき、当ブランドのキャンプ用品を使っていただけるよう、ますよう、誠心誠意努力してまいります。何かお気付けの点がおりましたら、どんな小さいことでも構いませんので、お連絡いただきましたら幸いでございます。今後ともフューチャーフォックスをよろしくお願いいたします。ということで、代表のね、まあ、吉地さんなのか、吉地さんなのか分からない、まあね、が、まあ、代表を務めているということで、レビューを投稿すると、フューチャーフォックスフィゴをプレゼントします。ということで、まあ、応募方法は、まあ、こちらにあるんですかもしれないので、まあね、欲しい方は、まあ、早めに買っていただいて、まあ、プレゼントね、していただけ、応募していただければいいかなと思います。はい。それで、早速ね、商品の方をね、見ていきましょう。はい、よし。はい、ということで、こんなね、でも梱包はやっぱりすごい丁寧ですよね。うん。素晴らしい。はい。で、ちゃんと中にもね、お尻加減の2つもね、ちゃんと入れてあるっていうね、ところがすごいいいですよね。はい。で、今見た感じは、これ、トイレットペーパーみたいなね、こんなようなアイテムなんですけど、まあ、とりあえずね、開封していきましょう。というところで今回買ったのが、これですね。まあゴールゼロにね装着するまあアイテムということで、まあ化粧アイテムみたいなもんですよね。はい。ねこれを買ったので、まあ早速ね、装着していこうと思うんですけど、まあここにねさりげなくフューチャーフォックスっていうねまあロゴがあって、なんていうかなこう黒でもな黒とシルバーの間ぐらいな感じで黒光りしてるような感じかな。うん。まあマットブラック的な感じの、マットブラックに少し光沢があるような感じで、まあ、触って感じはちょっとね、やっぱりこう、ちょっと柄のところを触ると、まあ、金属だと思うんですけど、ちょっとやっぱまあ、まあ、こう回してもそこまでね、危なくはないんですけど、まあ、ちょっとね、こう、トゲトゲがしてるところはある。まあ、それは素材的なもんなので、しょうがないかなと思うんですけど、うん。まあ、早速これをね、ゴールゼロと、ドッキングね、していきたいと思うんですけど、付けの方法は結構、癖があるというか難しくて、わかるかな。今ここに、2箇所ねこう穴が穴があるというかはめるこのねこの取っ手の部分を取り付けるところがあるんでとりあえずそのままねこう上までねこうこの状態ね今この状態までしてます。はい。こんな感じね。はい。で、この状態だと普通に、ポンと置いたら、ストーンとね、落ちてしまう。もちろん、こう、差し込んであるだけだからね。全然、落ちてしまいますよね。それで、この状態で、この状態ね、こう、出した状態で、ちょっと、こっち側にひねる。うん。だから、左回しにちょっとだけひねると。そうすると、綺麗にね、落ちずに固定されるって感じですね。
で、外すときなんですけど、じゃあ逆に回せばいいと思うんですけど、逆に回してもね、結構ここがしっかりはまってて、外れないんですよね。なんで、こっちをグラグラすると簡単にね、パパッと外れるので、まあこの辺はね、本当に入れて、ちょっと、回せ、押す力入れる。これでは固定されますんで、まあこれが標準仕様なのか、もうちょっときっちり、きっちり回るのかがちょっとわかんないんですけど、これがね、こう回すと、ちょっと力入れてあげると、まあ固定される。で、まあ上から吊るす分にはね、そんなに影響はないと思うし、ただね、これボタンを押すときだけ、これボタンを押しちゃうと、結構ボタンと落ちちゃうんですよね。なので、まあどうなんだろうっていうところですよね。これが個体差なのかちょっとわかんないんですけど、なんでまあ僕の場合はここのね、持ちながら、ボタンを押すね、こんな感じでちょっとまあ回してあげると、そうするとまあ綺麗にねこう固定されるので、まあちょっと固定が難しい方はこんな感じでね使っていただければと思います。一番上を点灯しました。まあこれはね特に問題ないですね。問題次ですね。わあ。どうですかね。すごい綺麗ですよ。わかるかなこの綺麗な感じが。まあ床に置いてますね。わかるかなこれ。放射線に広がっとる感じがね、あすごいですね。まあこんな感じで、どっちかというとね、まあ新旧ですね、新旧のまあランタンで LED のものとオイルランタンね、まあどっちもね魅力的だと思うんですけど、うん、やっぱり災害時でもね、少しね、緊急時でも一応使えるっていうのと、お部屋の中にこうやってね吊るしておいてもとてもねインテリアとしても使えるかなというので、まあ、一応ね軽さも一応あって耐久性もおそらくあるでしょうということと、まあ、専用のねフューチャーフォックスさんのね、このアイテムを買えば、ゴールゼロでね、保管の袋も別に買わなくてもいいですし。これはこれでね、買ってよかったかなというふうな感じで思います。ということで、まあ、皆さんもよかったら、こういった、まあ、オイルランタンもそうなんですけど、ゴールゼロですね。そして、フューチャーフォックスさんの、このカバーをですね、ランタンカバーを買っていただいて、おしゃれなね、キャンプ、そして、まあ、家の中、災害時に、使えるということで、まあ、皆さんも1本ね、用意してみてはいかがでしょうかということで、今回の動画はおしまいです。それでは、また。